はい、どうもタンタンです。こちらですね、こちらまた貴重な一本が入ってまいりました。コリングスのウクレレテナーサイズです。こちら UT なんですけど、 UT2 というモデル、ここ最近ね1とか3とかそのあたり入ってきてたんですけども、全てハワイアンコアのモデルだったんですが、こちらの2というのはね、マホガニー、ホンジュラスマホガニーモデルになってまして、さらにはマホガニーとしてはね、珍しくこういったカーリーというかな、キルトというかな、こんな感じの木の出た材料を使った、まあ、コリングスらしいね、そういった材料、木材にもこだわった一本、そんな感じのモデルでございます。こちらの2の方は別光柄のバインディングですね、トップバックともに入れられているという感じ、仕様としてはそういった雰囲気で、さらにはペグですね、これは他のコリングスのモデルと同様、ペグヘッズのこちらウッドフリクション風のギアペグですね、こちらがついております。なんですけれども、やっぱりコリングスらしいね、こう腰の強いっていうのかな、ギターなんかでも全体にコリングスの楽器全般に言えるんですけれども、まあ、非常に作りがカチッとしっかりしているので、こう音自体の、まあ、多分振動の伝達がすごくいいんでしょうね。こう音がね、まあ、固めって言ったらあれなんですけども、本当すごくしっかり芯がしっかりとした音なんですよね。だからマホガニのね、ちょっと柔らかさ もちろんあるんですけれども、非常に一音一音がこう潰れたりしないで、しっかりとクリーンに音がこう弦のここで鳴った音がボディからね、しっかりとした音として出てくる、そんな印象ですね。コードでもいいですし、もちろんこう単音でもね、ポジションでも非常にしっかりと出てくれる、そんなやはりさすがコリングスという感じが随所に感じられる一本なんじゃないかなと思います。まあ、なおかつこのマホガニーのモデルというのもね、コリングスのウクレレ自体が少ない中、さらに多分少ない、数少ない楽器だと思いますので、まあ探してた方もね、もうなかなか見かけることもないんじゃないかなと、そんな感じの一本でございます。ということで、こちら、コリングスの、テナーサイズになります。こちら UT2 ですね、ホンジュラスマホガニーで、なおかつ非常に綺麗な木の出た、はい、一本でございます。本当に、まあ、なかなか滅多に出ない一本なんじゃないかなと思いますので、まあ、コリングスのウクレレでね探してた方、まあ、コア探してる方の方が多いかなとは思いますけれども、こちらのマホガニーもねぜひ、検討してほしい、そんな素晴らしい一本じゃないかなと思います。ということで、コリングス UT2、ぜひお早めにお問い合わせいただければと思います。それでは、タンタンでした。